地方創生と呼ばれたのが2014年、当時私は宮崎市議会議員でしたけれども、市町村に地方創生のため の, その総合戦略を策定するように言われました。私は本当にやったと、いよいよ東京一極集中是正の波が来たと、地方の時代がやってきたというふうに思ったんですけど、総合戦略を作るために結局お金を出すからコンサルでもいいから作ってくれみたいな、そんな感じになってしまいました。結局市町村ができたその総合戦略はそのままの戦略となって、それが実現可能ではなかったというふうに思っております。東京一極集中はそのままオリンピックに向けて増えておりますし、東京一極是正などというのはもう全く程遠い計画だなというふうに思っております。でその人口減少に関しましてなんですけれども、人口減少はやはり出生数の増加と、そして移住の増加、この2つが鍵になるというふうに思っております。出生数なんですけれども、女性が1人で産める数、合計特殊出生率は 1.73、 令和元年度でしたけれども、令和2年度になると 1.68 に減りました。それでも全国ベスト3には入っております。ですが出生数になりますと1万人からもう7700人に減っております。これは女性の社会進出、そして結婚しない女性が増えたということも多いきというふうに思っておりますが、出生数が伸びることは私はないと思っております。このあと多様化する社会において出生数を伸ばすためには、この多様化に応じたさまざまな施策が必要だというふうに思っております。また移住に関してなんですけれども、移住は確かに増えてまいりました。宮崎市においては各市町村を抑えて青島を中心に移住も増えてまいりましたけれども、やはり移住においてはリモートワーク、ワーケーションなどを中心に増えていくというふうには思いますが、なんといっても中央から遠いということもありますので、この交通手段をどうにかしなければならないというふうに思っております。道路網の整備や公共交通網の整備は今後も不可欠だというふうに思っております。それと同時にリモートワークを増やしていく、そしてその暮らしやすい宮崎、出産して育てやすい宮崎を中心にして宮崎をもっとアピールすべきではないかなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして山さんからお願いします。地方創生、地方創生とずっと叫ばれてきておりますが、それで地方が今までより良くなったということはこれは事実としてありません。むしろ予算は使うけど結果が出ない、そういう意味ではやはりこの地方が衰退している問題などを含めてですね、やはり根本的な原因というのは人口減の問題がありますから、この人口減をしっかりと対策を打っていく必要性があると考えております。ただこの人口減少の問題というものは簡単に解決する問題ではありません。そして同時にこの人口減少に対して明確な道筋をつけられなかったのは、この長期にわたって政権についている自民党の一つは責任だと私は考えております。ただ一方でですね、このコロナ禍でいろいろ大変な事態はありますけど、リモートワークが進んでいるということは地方にとってはもうインフラとか関係なくですね、やはりその家の前でも地方にいても仕事ができる、東京とつないでできるという環境もできているから、これはひょっとしたら大チャンスになるのかもしれないというふうに一つは見ております。そしてもう一つ地方においては企業誘致ということが叫ばれておりますが、私はこっちの企業誘致ではなく起こす方の企業誘致というものが大変必要だと思っています。そのような意味では海外で取り入れられているエコノミックガーデニングという地場産業を生かしていくという方法をしっかりと模索して、この宮崎県も含めてですね、変えていく必要性があるのではないかなというふうに感じております。でただ人口減少の話に先ほどもなりましたが、一番の根本的な原因というものは何なのか、それは子どもに対する、お金があまりにもかかりすぎているという現状があります。お子さんを1人育てるのに
約2400万円かかるというふうに言われております。このような実質賃金が下がる中、しかし一方で子どもに対するお金がかかるという中では、これ人口減少が加速するのは当然であり、2019年に86万人台に出生数がなりましたが、これ国の本当の予想では2023年に86万台には入るというはずだったのが、4年も前倒しで出生数の減少がスピーディーに進んでいる。そしてまたこの新型コロナ禍でさらに出生数の減少というものが叫ばれており、一説には70万人台に突入するのではないかとも言われています。これは国の予想の18年も前倒しになるわけでありますから、しっかりとそのような意味ではですね、しっかりと子育てに対するお金があんまりかからないという環境を作っていくことが必要だと思っています。その上で私たちは教育の無償化を、提案させていただいておりますが、それと同時にベーシックインカムの導入で、やはり多くの皆さんの可処分所得、使えるお金というものを増やしながらですね、しっかりと生活でき、子どもを産み育てれる環境というものを整えていく必要性があると考えております。ありがとうございます。今のは地方創生人口減少対策のお答えとしてください。はい、はい、で続きまして渡辺さん、お願いします。はい、秋谷さんも県議会でついこの間まで一緒に活動しておりましたが、県議会で私も10年4ヶ月席を置かせていただきながら、秋谷さんもご主張されておりましたけど、この間の地方創生の手法というのがですね、地方創生といって地方の自主性を担保するような単語に聞こえながらもですね、実態は非常に結果として画一的なものになってきてしまっていたという側面は、否定できないと思います。それは議会で見ていて大変強くその懸念は感じていたところですので、同じく思いをするところです。加えて、今ご質問の中では宮崎の状況をどうしていくかというご質問だと理解してますので、それを考えると柱となる基幹産業をやっぱりどうやって強くするかということだというふうに思います。企業誘致大事です。持ってくる企業誘致も起こす誘致もどちらも大事だと思いますが、例えば延岡の旭化成クラスのですね、地域の産業の構造を一気に変えるような企業誘致を今の時代状況の中で図るというのはまず難しいということですから、その前提に立ってどう考えるか、面白いデータが就労構造の基本調査を見てみると、宮崎県のデータは非常に特異な傾向を持っています。全国の水準と比べて就業している割合が極めて高いのは、一つは農業です。全国の水準では 3% のところが 9.8% という実態ですから、これはやっぱり間違いなく誰がどう考えても基幹産業ですし、そこから広がっていく関連産業も含めて、やっぱり多様な農業のあり方を模索して、きちんと宮崎の柱としてさらに強化をしていくという体制をどうやって取っていく。もう一つ現れる特徴は、医療福祉に従事をする人の割合が極めて高い。全国で 12.3% というデータのところが 16.4% となり、調査のたびにその比率は高まっていっています。もちろん、生産工業関係のところの割合が低いとかですね、小売りの方が低いというのも相まっているというふうに思いますが、高齢化が進む中で、介護とか医療に関するところ、さらにこれからの子どもたちを考えて教育という分野のところに従事する人たちの数を増やしていけば、その人たちの収入になるものというのは基本的に地域で循環するお金にさらに広がっていく可能性が高いわけですので、宮崎をはじめとするような地方都市の今後の在り方を考えればですね、介護や医療、教育という目に見える範囲のところに、その次のお金が新たな循環を生み出すというところにいかに富を集中して回していくかということが大事になってくるというふうに思っています。分配政策とも関わりますが、困った時に助けてほしいところのお金が必要なのはその分野ということになります。先ほど富山さんが教育分野への支出が必要だというふうにおっしゃったのと、まさにそこは同じだというふうに思っていますので、意識的にそこにお金の循環を作っていくという仕組みをどうやって成り立たせていくのかということが極めてこれから大事な基準になっていくというふうに思いますので、内需中心の経済循環を使って地方で目に見える範囲での経済循環を生活者が実感し、望む人間たちがこの土地で安心して暮らし続けられる、そういう体制をどうやって作っていくかということに政治は知恵を絞るべきだろうというふうに考えています。はい、ありがとうございました。最後に福井さんお願いします。はい、今全国でですね、年間250万人の人口が減っている鳥取県が毎年1人亡くなる、1つ亡くなるというですね、大変、そういった深刻な状況が今あるわけなんですけれども、そういった状況の中でやはり我々はではその中で何を考え、どう生きていくかということをやはり考えていかなければいけない。もちろんその
少子化の対策はもちろん必要なんですけれども、大きなトレンドとしてはなかなか今お話しあったとおり変わらないところはあるというふうに思います。まあ、そういった中でこの宮崎というところを考えてみますと、やはり極めて魅力的な、やはり都市部に住みながら雪も降らないこの気候というものにですね、やはり子供の時はなんで宮崎にこんな寒い時にキャンプが来るんだろうと思ってました。しかしやはり東京に行ってみればその意味がわかるというところでございまして、まあ、そういう意味で、まあ、今私あのワーケーション議連というのの事務局長というのをやってるんですが、ワーケーションも今ブームにはなっています。しかしなかなか進まないのは実は労災とか法制度、例えばワーケーションをやってる間に怪我をしましたとしたら、じゃあそれは遊びなのか仕事なのかとか、いろいろまだ追いついていないところがある。まあ、こういったようなことを早急に整備をしていくこと、まあ、宮崎は場合によってはトップを取っても私はいいと思うんですが、まあ、そういったようなことで促進をしていけば宮崎は非常に高い、ポテンシャルが私はある可能性があると思っています。でまたですね、加えて今先ほどデジタル庁のお話をしましたが、例えば、まあ、淀川の河畔のマンションなんかでもそうなんですが、結構その東京に住んでるけれども冬だけ宮崎に住んでいるとかですね、実は年間に半分いるとかっていう人結構いるんですね。ただそういう人というのは実際住民票は東京都世田谷区にあります、港区にありますというようなことで、で宮崎にほとんど、まあ、物を買ったり食べたりという意味では落ちているんですけれども、住民として落ちてないわけです。ですから実はそういう人ってのは結構いて、まさにデジタル化ということは、まあ、もちろんそのプライバシーもありますからどこまで厳密にやるかということは議論もあると思うんですが、例えば年間にそういう高額所得者みたいな方で実は半分は宮崎に住んでますみたいな方について言うならば、例えば住民税そういったようなものも半分はですね宮崎でいただくとか、例えば人口減少ですけど、例えば人口そういった 0.5 のカウントにできないのかとか、まあ、そういうことをしていくと、もうちょっと宮崎も数字も変わったものになれば、また自治体もですね、そういうことができればもっと本当そういう真剣な誘致活動をしていくわけですので、さまざまな知恵があるというふうに思っております。またですね、またやはり、まあ、これから人口減少していく中でやはり観光というのはですね、非常に重要なキラーコンテンツだと思っています。観光客インバウンドが20人来れば1人分の GDP の経済効果があると言われています。まあ、そういう意味ではやはりこれからですね、まあ、インバウンドもまた回復をしてくる中においてはやはり積極的な取り組みをしていくことで、まあ、減っていく分の経済を埋めていくということはあるというふうに思っています。まあ、こうやって先ほど渡辺さんからもありましたが、農業については非常に宮崎は常に、農業生産額上位5位には入ってくる高付加価値の農産品を生み出す県であります。まあ、そういう意味ではやはりマンゴーもそうですけれども、さまざまな素材というものがですね、宮崎が今まで努力をしてきたことというのは我々もうちょっとですね、我々自身が自らの価値として向き合わなければいけないと思います。最後に、やはり宮崎の森はですね、杉丸太生産日本一でもあります。非常に価値があります。私は国内版の排出量取引みたいなようなもの、例えば宮崎県が CO2 を吸収してそれを例えば東京とか神奈川県とかそういう取引をするみたいな、つまり宮崎県の森というものがですね、それ自体に価値がある、まあ、そういった都市と地方の価値観の転換というものをですね、これから図っていく、まあ、そういったようなことも必要だと思います。人口は減りますが、さまざまな取り組みができると考えています。